2018年にオープナーとして登板したセルジオロモオープナーは本来リリーフで起用される投手が先発登板し上位中軸打線に回る位置2回の短いイニングを投げしっかり抑えた後本来の先発投手をロングリリーフとして傾投する起用法及びこの際先発したリリーフ投手を指すこの戦術は2018年の MLB で アンパベイレーズが初めて本格的に採用し、以降、他のチームにも広まっていった。特に立ち上がりが不安定な先発投手に楽な場面から投げさせるため、ないしはリリーフ陣の選手層が厚い場合や、先発陣の戦力が薄いケースに主に用いられる作戦といえる。1980年代まで MLB の球団は5人の先発投手からなる先発ローテーションを採用しており、 アクティブロースターの他のすべての投手は、リリーフ投手として起用されていた。従来、先発投手は、試合での登板する投手の中で最も多くのイニングを投げることが期待され、投球内容に問題がなければ、負傷や違和感のような健康上の問題が出るか、一定の投球数に達するまで投球してきた。1924年のワールドシリーズの第7戦。 ワシントン・セネタースは、先発投手のカーリー・オングデンが、最初の打者二人を打ち取ると、サウスポーのリリーフ投手に交代させた。これは、相手チームのラインナップを、右打者ばかりにすることを意図したものだった。同様に、1990年の NLCS で、ピッツバーグ・パイレーツは、相手の新種なティレッツに、打線で対策されないように、左利きの先発投手ゼイン・スミスの前に、 リリーフ投手の右利きのテッドパワーを先発登板させた。1993年、オークランドアスレチックスは先発ローテーションが不足したので、監督のトニーラ・ルーサと投手コーチのデイブ・ダンカンは、投手陣をプラトーンシステムと中核となるリリーフ投手で起用した。この戦術はアスレチックスが従来の先発ローテーション方式に戻るまでの6試合しか、 続かなかったが、1993年にアスレチックスの選手だったロンダーリングはそれを現在見られるオープナーの先駆けと述べている。21世紀に入ると野球記者が試合内で打者が対戦する打席数が多くなるほど先発投手の効果が低下するという考えを提言した。ビル・ジェームズ・オンラインの記者であるデイブ・フレミングは2009年に投手が 試合内での投球回を3イニングに限定する3から3から3ローテーションについて書いた。2013年にブライアン・グローズニックは SB ネーションのビヨンド・ザ・ボックス・スコアの記事で本職の先発の前に先発投手を1から2回登板させることを提案した。ブライアン・ケニーは2016年の著書アヘッド・オブ・ザ・カーブの中でオープナーの使用が可能であることを提案し、 各回の得点割合で最も高いのは1回なので、チームはリリーフ投手を使用して、相手チームの上位打線を抑えるべきだと述べている。タンパベイレーズは2018年シーズンにオープナーを実験的に採用し、5月19日のロサンゼルス・エンゼルス戦で初めてそれを実行した。その試合でオープナーとして起用された投手は、クローザーのセルジオ・ロモだった。 ロモは5月22日と23日にもオープナーとして起用されたが、6月にはクローザーに戻った。しかし、その後もレーズはラインスタネックやハンターウッドなどをオープナーとして起用し、この戦術を採用し続けた。レーズはオープナーの採用後に平均防御率が減少し、5月19日以降の防御率3.50はリーグ2位の数値であった。 オフに主力が抜けたことで、開幕前には苦戦が予想されたチームの最終成績は90勝72敗と大きく勝ち越し、ワイルドカード争いでは3位だった。レーズはマイナーリーグの参加チームでもオープナーを採用した。この戦術は打球団にも広まり、6月にはロサンゼルスドジャースが相次ぐ先発陣の怪我のため、スコット・アレクサンダーをオープナーとして起用した。 その後ミネソタズインズ、オークランドアスレチックス、そしてテキサスレンジャーズも9月にオープナーを採用した。9月にアスレチックスがオープナーを実行した9試合では4勝5敗、防御率1.86を記録した。さらにアスレチックスはワイルドカードゲームでもオープナーを採用した。ミルウォーキーブルワーズもプレイオフでオープナーを採用した。NLCS の 第5戦では先発のウェード・マイリーが打者1人を抑えて交代し、打者1人で交代した先発投手は MLB プレイオフ史上2人目のことだった。2019年にはニューヨーク・ヤンキースをはじめとするより多くのチームに採用された。7月12日にはロサンゼルス・エンゼルスがオープナーによる系投、ノーヒット・ノーランを達成。また、 レイズはこのシーズンもオープナーを取り続け、6年ぶりにポストシーズン進出を果たした。日本プロ野球は MLB に比べて、試合数が少ない、長期連戦が少ない、延長戦は12回まで、出場選手登録が多いことから、先発ローテーションの数も多いといった理由から、オープナーの導入に積極的ではないとの見方が強い。2019年に、 北海道日本ハムファイターズが4月6日の埼玉西武ライオンズ戦で先発した加藤隆之を2回無失点でおろし、金子一代を登板させたり、横浜 DNA ベイスターズも4月21日の広島東洋カープ戦で導入したケースは、オープナーではなく、ショートスターターターであり、こちらは、先発投手が3イニングなど短いイニングを投げた後、第2先発につなぎ、 同じようなイニングを投げていく方法で、オープナーとは逆にリリーフ陣の戦力不足や、投球数や打席数が増えた、中終盤に捉えられがちな先発投手用の策で、あると言える。また、すべてのイニングをリリーフ投手のみで小刻みに傾投していくのは、ブルペンデーと呼ばれ、先発投手は起用されず全員リリーフで繋ぐ点が、大きく違う。オープナーと目的は似ているものの、 こちらは、先発投手が投げないため、立ち上がりが不安定という点は関係なく、ロングリリーフ要因の投手を含めて、リリーフ陣が扱ったり、先発陣の投数が足りない場合に、それを補完する目的で主に用いられる作戦である。戦術的な利点は、強し速球を投げることのできる、リリーフ投手が、初回に当たる上位打順の強力な打者と対戦できることである。 その上位打線を抑えれば、次の投手は打力の落ちる下位打線から始めることができる。また、打者は対戦を重ねるごとにたまに慣れてくるので、本来の先発投手と上位打線の対戦を減らすことで被打率を低く抑える可能性が高まる。財務的な観点からは、先発投手に比べて年俸の低い契約を結んでいるリリーフ投手をより多く活用することで、 投手陣にかけるサラリーを抑えることができる。この戦術は、先発投手の質やスタミナが足りない球団が取るいわば、苦肉の策である。また、先発した投手には勝利、セーブホールド等が記録されず、評価が難しくなり、年俸の低いリリーフ投手の国士につながることも、懸念される。また、リリーフ投手を1枚消費した状態で終盤を迎えるという、 大きなデメリットや先発と中継ぎでは登板するまでの調整方法が異なるとの指摘もある。ありがとうございます。